おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、こちらですね、ドログバおすすめ育成講座させていただきたいと思います。でもちろんですね、ドログバだけではなくて、この今回のスーパースターフェスレジェンドの中での当たり選手デクラン・ライスとケパ・アリサ・バラガ、この2人も加えてね、合計3名の育成講座させていただけたらなと思います。で今回この3人だけでやるんですけど、1点ねちょっと追加で触れたい選手がいて、ビニシウスですね、後で話させてください。私のね、フレンドの方が、ビニシウスにつけていたスキル構成がマジで強かったので、その、ね、構成をお伝えしたいなと、思っている次第です。まあ、ただそれだけです、ビニに関してはね。ということでまずは前半というか、まあ本題やっていきましょう。ケパ・ライス・ドログバ育成ですね。まずはケパ・アリザ・バラカからいきましょう。もう一言で言うと、彼は万能最高ゴールキーパーです。もうここまでね、能力がバランスよく全てが高いと文句のつけどころがないね。現状総合値12400の中では最強だと個人的には思ってます。いや本当に強い。12400で彼以上のゴールキーパーはペテッティが並ぶか並ばないかぐらいじゃないかな。まああとはジョーカーなんでレアルマドリッドで使ったクルトワぐらいじゃないですか。本当にそれぐらい強い選手ですね。でケパなんですけど、限界突破を5段階している状況としていない状況、要するに獅子門の守護神がある場合とない場合でそれぞれ解説させていただきます。まず獅子門の守護神がない場合ですね、限界突破が5段階終わってない段階、この段階のおすすめスキルなんですけれども、まず1個目は必ずセービングスキルつけてください。なんならエレガントセーブでいいと思います。エレガントセーブ本当に凄まじく優秀な、セービングスキルですから、私個人的にはねこのスキルで十分だと思います。めちゃめちゃいいです。2個付けになっていいと思います。もともとケパエレガントセーブ持ってますけど、もしもねこのシシモンの守護神がアンロックされていないのであれば、もう1個エレガントセーブでいいんじゃないですか。まあ、実際ね最近のゴールキーパーの中でもトップクラスだと、まあエレガントセーブか、あとはまあシャイニーセーブかっていう感じですし、シャイニーセーブとエレガントセーブの違いは、シャイニーが相手のドリブルを下げる、エレガントが相手のシュートを下げる、まあ両方フォワードのね、なのでまあゴールキーパーのセービングですからドリブルよりもシュート下がった方がいいので、エレガントが最強なわけですよ。はい、私はアリソン好きなので、アリソンがねシャイニー持ってるのでシャイニーって言いたいんですけど、エレガントの方が強いです。なんでエレガントにずみでいいと思います。エレガントセーブ、プリサイズブロックに加えて1個エレガントセーブで、もう1個おすすめのものとしては、個人的には今ちょうどこのガチャでミナが持っているレザルトタックルですね。このタックルスキル超おすすめします。一定時間タックル特大アップして、シュートとメンタル特大ダウンなので、まあ、以前ねバスタータックルの話、タックルスキル複合タックルって話をさせていただいて、バスタータックルの話をさせていただいたと思うんですけど、まあ、それの上位互換がこちらレザルトになります。本当に優秀なタックルスキルですし、これをつけることでね、相手のフォワードとの1対1とか、相手のミッドフィルダーとの1対1の場面でその選手のスタミナ減らしつつ、かつシュート、ブロックに飛び出してくれるので、もともとケパね優秀なブロックスキル持ってるんですけど、まあ、せっかくなんでねレザルトタックルもつけて、ブロックでもタックルでも飛び出し対応できるようにするといいんじゃないかなと思います。でもしもこのシシモンの守護神が解放されている場合は、レザルトタックルはそのままにして、1個私はねロングパスつけるといいと思います。ロングパスつけてあげてください。そしたらエレガントセーブとシシモンの守護神でセービング系は2つ、プレサイスブロックとレザルトタックルで、飛び出し系が2つ、あとロングパスでビルドアップもできるっていう風になりますの で、ロングパスのおすすめはね、私はもうずっと言ってますけど、相手のスタミナを下げる、相手のフォワードのスタミナを下げるモルテンフィードとか、そういうものをおすすめします。結構強いです、モルテンとかね。てかフォワードのスタミナ減らされるの嫌ですよね、本当にね。せっかくジョーカーでさ、新しいさ、まあ新しいなんていうのかな、選手後半から投入したのに、なんかモルテンフィードとかでゴリゴリで、下げられちゃうと気が参ってしまいますので、ぜひぜひおすすめでございます。まあ、そんな感じでねケパのスキルはつけてあげてください。お次デクラン・ライスですね。
ライスにおすすめなのは結構シンプルで、1個目はまずパスカットですね。優秀なパスカットつけてあげてください。一番自分が持っている中でいいパスカットつけて問題ないですっていうのも、マジでライス強い選手ですから、この選手にはね、もうスキルの妥協はもったいないです。いいスキルつけてあげてなんぼだと思ってください。はい、いいパスカットスキルつけてあげてください。おすすめのパスカットはね、なんだろうな、おすすめ個人的には、シルフィーパスカットとかかな。シルフィーパスカットっていうのが、相手フォワード選手全員のシュート下げつつ、それよりもなんていうよりも味方ディフェンス選手全員のスタミナ仲介力があるんですよね。うん、なんでライスがパスカットすると、フォワードのシュート下げつつ、かつフォワードに、要するにライスのパスカットでボール取りきれなかったとしてもシュートが下がってますし、でかつライスの後ろにいるディフェンダー全員のスタミナ中回復するので、ライスが万が一抜かれてもディフェンダーがね、スタミナ元気になってボール取りに行ってくれるっていうところもあると思うので、シルフィーおすすめです。特にタングルドでフォワード選手全員のシュートメンタル中ダウンとかね、あとはディフェンス選手スタミナ極小回復があるので、せっかくなんで極小じゃなくてね、がっつり回復させてあげられるシルフィーつけるとライスより強いんじゃないかなと思います。まずパスカット1個ね。でもう1個です。もしも5個目の鋼鉄のスティーラーがない場合は、ぜひタックルスキルつけてあげてください。もともとクラッシュ持ってますが、個人的にはファイティングが好みです。クラッシュはフォワード選手全員のドリブル特大ダウンですけど、ファイティングは仕掛けてきた選手のドリブルを下げてくれるので、ミドフィルダーでもね、ライスにドリブル仕掛けた選手全員のドリブル下がるわけですよ。なんで鋼鉄のスティーラーがない場合は、私はクラッシュタックル、タングルドマーク、シルフィーパスカット、ファイティングタックルをおすすめします。ディフェンスや、あとはミッドフィルダーのスタミナ回復できるパスカットと、ドリブルを下げれるタックルですね。で鋼鉄のスティーラーがある場合はタックルを外してロングパスつけてあげてください。基本的にはケパと同じ考え方ですね。鋼鉄のスティーラー開くことでタックルスキル2個になりますから、タックル2個、タングルドマーク1個、パスカット1個つけて、あともう1個ロングパススキルつけてあげることで、ライスね、こう見えてパスも特大アップしてるっていうね、めちゃめちゃなんていうのかな、守ります、いやでも僕パスも出せますみたいなね、なんかイケメンなのに勉強できて運動もできるみたいなやつなんです。まあイケメンなのはライスの顔型とたんにかっこいいからなんですけど、ライスめちゃめちゃイケメンですよね。皆さんプレミアリーグ見てない方はね、ライスの顔あんま見たことないと思うんですよ。私も正直ブンデスとかあんま見ないので、ブンデスの選手の名前知ってても顔知らないとかあるんですけど、ライスめちゃめちゃイケメンなんで、ぜひ見てあげてください。まあ要するに何でもできるイケメン男子ってことですね、デクラン・ライス。そしたら最後ディディエ・ドルグバ行きましょう。ドルグバですね、いやもうすげえ、シュート SS、 ドリブル SA、 パス AB ですから、できないことないよこの男、完璧です、完璧、はい完璧で、まずですね、マイティシュート、トボンドリブルのみの場合、ゾウガの英雄が解放されていない場合ね、1個個人的にはレジアスシュートみたいな超決定力のあるシュートつけてあげるのいいと思います。マイティがもうそもそも複合シュートで優秀なシュートなので、これ以上正直ね、なんていうのかな、例えばトリックシュートとか、そういうものまでつけなくていいかなと思います。これはジャンピングボールでもできる優秀なシュートなので、あともう一個はレジアスシュートのようにシュートが超特大アップする、本当に素晴らしいシュートつけてあげるといいと思います。でもう一個個人的なおすすめは、 A ランクのトボンは持ってるんですけれども、やっぱりドリブルかな。ドリブルはね、欲しいな、欲しい、S ランクのドリブルが欲しい。でさらにどんなドリブルが欲しいかというと、個人的には自分のスタミナが回復するドリブルが欲しい。自分のスタミナ回復系ドリブルはぜひつけてあげてください。ドルグバなんて言っても彼ドリブル SA なんで、めちゃめちゃドリブル能力高いわけですよ。でただスタミナはどうしてもつけちゃうので、そこだけちょっとねごまかしで、スタミナつけることを避けるためにね、回復させるためにもスタミナ回復系の S ランクドリブルつけてあげるといいと思います。でゾウガの英雄が解放されている場合ですね、マイティとゾウガの英雄でシュートスキル2個になるので、レジアスの代わりに私ならトラップつけます。プリズマティックトラップとか、そういう系のトラップつけます。せっかくハイクリエイターでトラップ特大アップしてるので、もともとの、能力的にはトラップできる選手ではないんですけど、ハイクリエイターの、能力を最大限活用するという意味でも、シュートドリブルトラップっていうところでゴリゴリに、前線でボールを収めて、ディフェンスの能力も削りつつ、スタミナ削りつつ、でドリブルで、自分の回復スタミナ回復しつつ、マイティでシュートぶち込むと、
もしくはトラップない場合は私ならロングシュートつけますね。ロングシュートつけます。一番持ってる中でいいロングシュートをね、ドログバにつけますね。はい、って感じです。ドリブルはぜひつけてあげてください。で、今ちょっと3選手説明終わったんですけど、私のフレンドさんというかね、あのカップ戦、カップ戦あのあるじゃないですか、このなんだ、ルームマッチ、ルームマッチで当たったと方がね使っていたビニシウスの構成がマジで厄介だったので、ちょっと最後にその構成をねお伝えさせていただけたらと思います。このビニシウスで、つけていたスキルがね、レジアスシュートと、もう一個中央突破のルミナストラップか、これですね、この2つの構成だったんです。で、ルミナストラップって本当に優秀なトラップで、ディフェンス選手全員のスタミナ中ダウン、ミドフィルダー選手全員のスタミナ中回復ってことで、かなり嫌なんですよね。かなり嫌されると、だってこのルミナストラップされると、自分のディフェンススタミナ切れんのに、相手のミドフィルダーが息吹き返して、しかもミドフィルダーって比較的あの OMF とかってね、あの息つけててほしいのに、やられるたびに回復するわけですよ。でビニシウスね、なんか知らんけどトラップよく発動しませんか、スキル。もともとトラップ能力が高いっていうのもあるのと、あと多分トリックスターっていうプレースタイルもあるのかなと思いますが、めちゃめちゃルミナスに1試合で3回ぐらい発動して、後半だけですよ、もう死ぬかと思いました。あ、まあ、負けたんですけど、うん、まあ死ぬかと思いましたというか負けたんですけど。であと S ランクのレジアスもう1個つけてたんですね。でレジアスってマイティシュートとか、と違ってジャンピングボレーではないんですけど、このシュートの上昇値が普通のシュートよりも1段階高い、決定力が高いやつなんです。シュート SA のビニシウスが S ランクのレジアスとあのルミナストラップをつけると、彼にボールが渡ってトラップが発動すると、自分のディフェンダーのスタミナはつき、相手のミドフィルダーは息を吹き返し、なんかこのセービアドリブルとかいうドリブルをされると、ほぼ間違いなく1対1が止められず、かつその後にレジアスシュート S ランクで打たれると、ゴールキーパーも全く止められる気配がなく、あのボコボコにされたので、ぜひね検討してみてください。マジで強かったの構成。いや、私はビニシウス持ってないのでね、実現できませんけれども、持ってる方ぜひ検討していただけたらと思います。ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ドログバ引いた方、ビニシウス引いた方、ライス引いた方、皆さんめちゃめちゃおめでとうございます。私は今ね5周年のために耐えに耐えている期間ですから、ちょっとね早く5周年で GB を使わせてくれと思いながら日々過ごしております。はい、皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。